行きましょうかね。ワロップ放送局が手掛けるお笑いライブゲラ、優勝者緊急リモート飲み会。イエーイ、よいしょよいしょよいしょ、やったー。さあ、ということでですね、今コロナ禍の世の中ですんでね、こういう形でリモートで、若手芸人集まってですね、皆さんで楽しくお話ししようじゃないかという会になっております。まあ、以前ちょっと収録でラジオの声のみの方でやらせていただいたんですけれども、今日は緊急生、祝自粛明けということでしょうかね。いきたいと思います。私がですね、ゲラの、MC も担当させていただいております。ワロップ放送局とズブズブの芸人パイナップリン斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最近ズブズブすぎてちょっと呼吸がしづらくなってきてます。危ないです。危ないです。危ないですよ。さあ、ということでですね、この番組の趣旨なんですけれども、まあ、先ほどもちょっとタイトルコールで言ったんですが、もう一度、ワロップ放送局というインターネット番組がですね、初めてお笑いライブを、企画しましてですね、もう3回ほど、そのライブをやってですね、投票制、来てくださったお客様と、見てくださっている方の両方の投票で優勝者を決めるという、若手限定のお笑いライブなんですけれども、そのライブ3回やったんですが、この3回、第1回、第2回、第3回の優勝者を集めて、ちょっと面白くトークなんかしていこうかなということで、皆さんよろしくお願いします。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 やったー。お願いします。やりました。まあ、まずはね、自己紹介をしていきたいと思いますんで、そうですね、じゃあまず第1回の優勝者からいきましょう。自己紹介お願いします。どうもー、トランキーローサブローです。お願いしまーす。お願いします。お願いします。フレッシュな32歳ですよ。え、32歳でちなみに芸歴は何年目でしたっけ？あ、2年目です。いつ始めてんだよ。いつ始めてんだ、お笑い。二掃除から始めましたね。あ、いいですね、はい、大丈夫ですよ。平野ノラは33から始めましたからね。ああ、そうですね。全然問題ないです。全然問題ないですね。ねえ、まあ、ちょっと前回はラジオだったんですけど、今日は生配信でしかも顔が映ってるってことで、はい、僕の知る限り、はい、若手芸人の中で一番顔が地味のサブロック、大丈夫ですか？耐えられない？いや、こればっかりはもうしょうがないです。もう養成所時代から言われてたんで、ね、はい。まあ、しょうがない、ね。お前は顔が地味なんだって言われてたんで大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そして第2回優勝者のこのコンビ、お願いします。どうも、K プロ所属、7年目スイッチヒッターの秋山と申します。お願いします。スイッチヒッターの林ちゃんと申します。お願いします。お願いします。僕はもうスイッチヒッターのことはこういう時にはバファリンと呼ばせてもらっていて、バファリン、ちょっとね、優しさ半分、優しさ半分、そしてちゃんと効き目もあるというね。頼りにしてるから、本当に。本当ですか？めちゃくちゃ嬉しいですね。ありますよ。いいな。ありがとうございます。いいな、羨ましい。ちなみに、あれですか、前回ラジオやった時は、優勝みたいなの一応決めたじゃないですか。はい。はい。それはスイッチヒッターじゃなかったんだっけ？あ、僕らでした。僕らでした。だよね。やっぱり。はい、ありがとうございます。僕は色物やっぱ司会者としていじるのは好きなんですけど、ちゃんと影の功労を見てますんで。めちゃくちゃ嬉しいです。影の功労。ありがとうございます。前回僕うん、ちょっと安いウイスキー買って、うんうん、で結局やっぱレシートを見せたら返してくれたんですよ。あ、なるほど。優勝したらこの飲み代しっかり払ってもらったってことで。はい。そして今回ちょっと前回の反省会して革命にしました。おうおう、僕。おすごい。グレードアップしてる。ちょっとお高いのを買わせていただきました。っていうことはもう是が非でも今日も優勝を狙っているってことですね。優勝狙ってますから、はい、もう本当に。わかりました。じゃあ今日もお二人よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そして第3回の優勝者、このコンビです。どうぞ。どうも、アーシングステップです。元警察官の小松と、土井内です。よろしくお願いします。お願いします。ここはちゃんとやりました。問題はここはちゃんとやりました。絶対逆でしょ、自己紹介。MVP になって頑張ろう。本当にアーシングステップをね、まあ、もちろんアーシングステップのファンも見てくださってる方いると思うんですけども、僕からアーシングステップを知らない人に、はい、一言でアーシングステップをどういうコンビかと表現すると、はい、お願いします。
はい、あの一度も噛み合ってるの見たことないコンビ。なのでね、伝わるかなお客さん。いやだから前回もう噛み合ってないじゃんほら。確かに。やば。いやだからあの前回正直アーシングセブ、まあ特にドイウチなんか僕いじらしてもらったら、あと小松も意外と僕は功労者としてすごい、はい、ポイント取ってた気がするんですけど。ポイント結構はいいただきました。でもやっぱりこう総合力として、まあなんか2人が合わさった時に戦闘力2000と5000なのに合わさったら100ぐらいになっちゃうコンビ。相殺しちゃってるじゃないですか。相殺しちゃうコンビなんで、今日はちょっとそこに。解散した方がいいでしょ、もう。解散ですよね、絶対。いやー、まあまあまあ。でもそこはね、やっぱりギャラの優勝者として、コンビであれは優勝したもんだからね。そうですね。もう遠くでの2人の歯車の合う姿をちょっと見たいということで。任せてください。合うかな。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあということでね、まあ一応こう、人数でいうと5人として私と6人で、Zoom でやらせていただいてるんですけども、はい、まあ一応生配信だから言うわけじゃないですけど、一応ね東京都も、ステップ1の方に移行して緊急事態宣言、はい、はい、まあ一応解除されたじゃないですか。はいはいはい。どうですかその後皆さん、そのまあお笑いライブなりをなんか変化はあったかないかみたいなのをやっぱ気になっちゃって、うん、どうです、スイッチヒッターとかほら事務所に所属しながらやってる組織でやってるじゃない、はい、はい、なんか変化ありました？今ライブがやっぱ6月もできないっぽいんで、うん、代わりにその配信とかいろいろやらせてもらってますね。生配信とか。そう、6月からなんかステージ会場借りちゃってたんで、はい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 、会場で配信することができるようになって、うわー、だから芸人さん同士で会えるみたいな。あ、そうだよね。はい、そうですね。でもあれですか、やっぱり K プロはしっかりした事務所ってイメージが僕あるので、はい、こうなんかこう配信の時とかもなんかスタッフさんとか結構やっぱいるんでしょ、やっぱりいますね。あ、そうですね、しっかりその設備を準備してくださったりとか、うん、僕なんてよく、うん、K プロさんのアカウントで、うん、絵しりとり配信っていうすごく緩い配信させてもらってたんですけど、はい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 、2人のスタッフさんに手伝ってもらって、うん、それ2人いらねえだろ、地下アイドルだって1人で、それグループだけでやってるそんなの。そのすごくゆるゆるな配信をそんぐらいの念入りでやってくれたんで、すごく、いやだからすごいよな、はい、すごいですね本当に。いやだから僕もねすごいちっちゃい事務所にいるんで、すごい羨ましいなと思うんですけど、はい、こういう話聞いてサブローとかどう思ってんだろうね。いやなんかだってまだコンビならいいけど、はい、サブロー一人じゃん。いや、ほんと孤独ですよ、ほんとに。孤独孤独普段ですら孤独なのに。おじさん孤独ですか。はい。なんかその、例えばさ、今までオーディションとか行ったことあるとかないとか、はい、そこで会ったスタッフさんになんかこう言われたことあるとか、なんかそういう経験とかあるんですか、はい、サブローは。ああ、でもなんか、手応え良さげな事務所とかもあったりするんですけど。おろろ。でもなんか、結局この期間空いちゃったんで、うん、あ、忘れられてないかなとか、すごいなんか家で。ああ、そうか。はい。どこだろう、なるほど。気になるな。気になりますね。ちょっと気になるよね。西口プロレスじゃないですよね。あ、違います。プロレスラーじゃないんで、プロレスただのプロレス好きなんで、僕。はい、そうか、そうか。名前からちょっと西口プロレスを連想しちゃったんですよ。トランキーローなんでね、はい。トランキーローだからね。アーシングどうですか、はい、何かこう、緊急事態宣言解除して、生活に変化があったかとか。はい、あ、僕たちでも今までネタ合わせを本当リモートでやってたんですけど、うん、おお、で、それは、はい、何、こうなる前から、こうなってからでしょ、なってからですね、うん、で、この間緊急事態、うん、はい、宣言解除されて、あってやり始めたってこと、で、いや、会おうとした、初日に、うん、お互い寝坊して結局リモートにでやるっていうことで、クソだなんだそれ。今日電話で行ったっていいね。はい、最近ちょっと僕危惧してるのは、若手芸人がみんなちゃんとしすぎてて、あんまりクズがいないなと思って、
僕ずーっとクズの人生を歩んでる芸人としてすごい不安になってたからちょっと安心した感じですか、ね、安心したアーシング2人ともクズって分かったから安心した。嬉しくない嬉しくない。ええスイッチヒッターをリモートネタ合わせ、いやもうネタは完全に自分が作ってるんですけど、あもう大体そ う, なんだ。そうですね、自分が作ってそれを LINE で写真で送って、うん、もうライブ前に、うん合わせてるんで。なるほどね。そうですね、今してないですね、合わせることは。そうです、そもそもリモートでもやってないっすな、もう2人で。みんな聞いた？みんな聞いた？いや、すごいっすね。すごいでしょ？はい。ちゃんとやってんだよ、マジで、この人たちは。すごいな。恥ずかしい。いや、恥ずかしい。すごい僕らの芸風ってなんか顔近づけて突っ込む芸風なんですけど、うんうん、今のこれで、まあそうだよね、どうなんだろう、はい、今後が不安ですね今。そうです、ね、だからここにこうちょっとフェイスシールドみたいなのつけてやらないといけないよね。こうして当たるアクリル板みたいなやつですね。すごい保守的な、まあ、まあそうだね。特にスイッチヒッターはそこ保守的にやんないといけないそうなコンビだもん ね、 なんかね。そうですね、気使わないとちょっと何言われるか本当に分かんないんで、うん、結構ね、うん、この中ではサブローが一番攻めたネタやってると僕は思ってるんだけども。ああはい。結構でも逆に一人だから楽よね、はい、それは。まあそれは楽なんですけど、うん、この前とかなんかもう本当なんか鬱なんじゃないかなってぐらいなんですけど、うんうん、なんかあの解除されて、じゃあ久しぶりに喫茶店でネタ書こうと思って、はいはい、喫茶店行ったら、なんかペン持った瞬間になんかもう思考停止しちゃって、3時間ぐらいずっとぼーっとしてました。サブラもクズじゃねえかよ。いやなんかルノワールで3時間ずっとコーヒーチビチビ飲んでるだけでした。ルノワールって高くないですか、ルノワールって。いやなんかまあ、ルノワール高いよね。そう、静かだし、なんか、気合い入れて書くとき入るんですけど、はいはいはい、はい。なんか、3時間ぐらいずーっと、ぼーっと。いや、居心地良すぎたんじゃないルノワールに。だって椅子がいい椅子。それはあるかもしれないですね。はい。いや、でもなんかその、若手芸人の皆さんに、いや、僕も若手なんですけど、まだまだ全然ね。でもなんかあの、はい、スイッチヒッターで芸歴何年目だっけ ?7 ですね。7だよね。だからみんなね、若手といえども多少の芸歴の開きがあるじゃない。はい。はい。だからそうなってくるとさ、例えばこう、今までやってこなかったけど、このメンバーで、スイッチヒッターから、まあアドバイスじゃないけど、後輩になんかこんなんとか、あと逆にこう、後輩からこう、この芸人聞いてみたいこととか、絶対あると思うんだよ。おー。おー。だって俺とかはもうなんかもうちょっと、例えば渡辺の養成所で言うとみんな十何期とか、もうだってトランキーローとか二十何期だっけ？僕28期です。でしょ？はい。俺3期生だからもうやばいことになってるじゃん。すごいですね。だからなんかそういうのもしこういう機会にあれば、ちょっとね、聞いてみるのもいいんじゃないかなと思って。あー、なるほど。なんかその後輩先輩に聞いてみたいことあるって人います？なんか、アドバイスだったらあるんですけど、でもその、多分、アドバイスって結局、すごいいろんな人から言われてると思うんですけど、結局、その、今の、まあ、段階で、あんまりその、テレビとか出てないってことは、その、なんて言うんでしょう、才能ないわけじゃないですけど、やっぱ、その、経験が足りないわけじゃないですか。はいはいはい。だから、結局、すごく、オブラートに包んで言ってるな。いや、その、いや、自分らも本当に才能がめちゃくちゃないと思ってるんで、結局若手の頃、何ができるかっていうと、やっぱライブにいっぱい出ることなんだなって思いますね、本当に。ああ、なるほどね。もうめちゃくちゃもう出過ぎなんじゃないって言われるくらい出て経験積んで、いろんなのを吸収した方がいいなって思います、ね。あ、それはもうね、もう正解で、はい、俺、まあ、俺自身の話するけど、なんか僕、前もちょろっと言ったかもしれないけど、ネタすんのがすっごい嫌いなのよ。緊張するじゃん、なんかネタって。はいはいはい、まあ、しますね、はい。めちゃめちゃ練習して失敗したらなんか、恥ずかしいし。はい。だからこう、僕はフリートークの方が、なんか好きなんですよ。もう適当でいいんで。
適当とだから僕自身は今秋葉原が言ったみたいにあんまりライブとか出てこなかったタイプなんですよね、うん、だけど本当に秋山の言う通りなのは出とけばよかったってやっぱり思うよ。だって今この芸歴になっちゃうとフリーのライブとかエントリーしてもなんか変に気使われて60組の鳥とかにさせられたり本当にまあ、そっか、そうなっちゃうんすよね。どうせ面白くないでしょって思われてる芸歴の時にいっぱい出といた方が、うん、あなんかだって芸歴17年目とかそんなんで例えば渡辺に何年もいました、いっぱい売れてる知り合いいますって言って滑れなくない、うん、確かになんかね、バカじゃ半端ないっすね。だから今の秋山言ってるの本当正解で、今のうちだよね、うん、そうですよ、出とくべきなの。ただやっぱずっと出てたんですけど、この3ヶ月空いたせいでやっぱめちゃくちゃ緊張すると思います、うん、確かに絶対するよね、絶対します。そうですよね、そうですね、まあ、これはね秋山めちゃくちゃいいこと言ったよ。え、すいません、すいません。はい、いや、あのだから同じ秋山でもあの花子の秋山とまあ俺仲いいんでね、うん、昔よく話したのが、もうお前は天才だからとにかく経験詰めって言って月に10本ライブ出ろって俺無茶なこと言ったのよ。はいはいはい、はい、うん、絶対嘘出ないだろうなと思って、はい、そしたらあいつ本当に月に10本以上ライブ2年間出続けたからね。あー、すごい。なんかそれ聞いて、いや天才が努力したらそりゃそうなるわなって思っちゃったのか。ちょっと言うんじゃなかったなと思ってる節もあるぐらいだから。斉藤さんが育てたようなもんすね、うん、そしたら。いや、そうですね、あのそれはそういうふうに言いたいけど言っても誰も相手してくんないから言わない。売れてから言うタイプのなんか。そうそう、もうあのだから売れてから一切連絡取ってないんで僕は。はい、もう売れたらもう僕から連絡は一切しないっていう、はい、そういう感じです、みんな。まあ、どうです か、じゃあ、後輩陣から。なんか、まあそう、アーシングとトランキーロ同期じゃない、はい、はい。同期同士でもさ、こういう番組の生配信をもとに、なんか言えることとかもあるから、別にもちろん、ツイッチヒッターに聞いてみたいことでもいいし、なんかありますか、あ小松なんかある？トランキーロ、サブロンに聞きたいことどうですか？あ、いいよ、いいよ。僕？ああ、同期。うん。サブロンでもいいし、ね、もちろん、これを機に、はい、こう、スイッチヒッター先輩なんだから聞いてもいいわけだから。いや、僕は、一個聞きたいのは、先輩なんですけど、はいはい、やっぱそのフリーライブとか出るときに、やっぱその知り合い呼ぶの、ちょっと僕、恥ずかしいって思っちゃうんですよ、結構。ああ、はい。それでも呼ぶべきなのかどうかっていうのをちょっと。わかるー。これどうなの、呼んだ方がいいのかどうなのか、知り合いいると緊張するんだよ な、はい、難しい問題だよね。そうですね、自分はその、呼んでつまんなかったって思われたりするのがやっぱ、うん、悲しくなっちゃうんで、来てくれる、はいはいはい、行きたいって言ってくれるまで待つというか、自分からはあんまり知り合いとかには来てって言わないですね。そうなんだね。とりあえずエントリーライブは絶対呼ばないです、自分から。あ、そうなの？はい、エントリーなんか上のちょっと上のライブとかそういうんだったらちょっと呼ぶかもしれないですけど。うんうん、そうですね。なんか寄せライブとか新ネタをだいたいエントリーライブだと下ろしてるんで、はいはい、新ネタはまだできてない状態なんで、あんまりその知り合いとかにお金払って見せれる段階じゃないなって思ってるんで。おぉ、なるほど、なるほど。そうですね。マジで秋山いいこと言うね、今日。恥ずかしい。恥ずかしいです。いや、でも、はい、逆説言うと、若手のうちって、知り合い呼ぶしか術がないじゃない、そうですね。はい。だから、知り合いの人をお客さんとして呼ぶのは全然悪ではないのよ。はい。ただ、それを呼んで、そのお客さんに対してどう楽しませてるかが多分重要なんだよね。だからあのパイナップリンって僕コンビなんだけど、俺らのコンビはうちの、まあ、今活動休止してる相方
だけお客さん呼んで、俺は全く呼ばなかったっていう。でそれはもう自分の中で変なポリシーがあって、単独ライブとかだったら呼ぶんですよ。だって単独ライブは俺らしか見に来ないんで。だけどなんか渡辺の、すげえ下の方のライブとか呼んでも、なんか俺ら以外のクソつまんねえやつのネタをみんなに金払わしたくねえな、みたいな。そうそう、そういう、なんかちょっとまだ尖ってる部分が僕はあって。だからなんか、だからなんか気持ちはわかんない。エントリーライブとかではなかなか呼びづらいとかっていう、はい、やっぱ、まあはい、確かにそれはあるかもしれないです ね、はい、そうですね。めっちゃわかります。一回エントリーライブで、ね、行きたいって言った人に、本当に大丈夫、うん、って聞いたことがある。そうやな。そうですね。はい、なんか変な話、自己責任だよみたいな。ね、っていう感じで。呼ぶライブは選びますよね、確かに。そうよね。確かにそう。だからうちの相方なんて、やっぱりそういうお客さんいっぱい呼ぶの得意な人だったから、こう、まあ、なんか何人かの女性がやっぱりブッキングしてましたよ、すごく。はい、ライブ終わってうちの相方が出ていくと必ず電柱の陰から見てる女とかいたからね。怖いっすよ、それ。いやだからそういうのも若手の時は必要というか、ある意味ね、バイタリティとして。まあでもこれはね、なんか小松の中では、はい、まだ小松は若手の部類だから、はい、俺の考えだけど、はい、今はバンバン呼んでもいいのかなって気はするよね。わかりました、ありがとうございます、はい、バンバン呼んでこう恥ずかしく滑ったところ見られて恥ずかしくなって、次は笑わせるぞってこう自分のなんだろうモチベーションにさせるのもありなのかなっては、はい、いいですね、はい、秋山さんありがとうございます。すごいその言葉は小松に多分響いてると思います。すごい。いやお前は響かねえかよ、お前は。急に入ってくるから本当に。自分は思ってるんですけど、そういうことは、うん、常々、ね、うんうん、うん、小松はもうそのなんていうんですか、呼んでもいないのに、うん、なんかネタ飛ばしたりとかそういうこととかめっちゃするんで、はい、もっと緊張感持ってなんかそういうところでステップアップしていった方がいいんじゃないかなって。ちょっともうドイツの話はもう大丈夫です、もういいですよ。それは思ってたんで、はい、今ドイツすごいいいこと言ってんだけど、はい、俺ももう大丈夫です。なんでやねん。素直に出ちゃって今、なんでやねんか。なんで、土井宇宙の言ってることはいいことでも入ってこないのかな。だいぶ損してますよ。おかしいな、損してますね。じゃあ、サブロー聞いてみる？そう、僕やっぱ、アーシング、やっぱよく、うん、まあ、同期ってもあって、ライブ一緒になったりとかするんですけど、はいはいはい、なんか、アーシング、本当は仲いいんですよ。なるほど。マジで本当やって、これ、これ、ね、うんうん、なんていうんですかね、お互い、うん、お互いを怒らそうとしてる感が否めないんですよ。いやいや、ちょっと。なんか、あれか、もしかしたら、若手特有のちょっと仲悪い方がかっこいいみたいな。いやいやいや、違う違う違う。そんな尖ってないです。そんな尖ってないですよ。そこまですら言ってないんですよ。あ、そう。単純に、アホとアホなんですよ。もうちょっと、もうちょっとお互い、こう、大人になれば、すごいスムーズにいくコンビなのに、なんか、ドイツは煽るし、小松はほっとけばいいのに食ってかかるし、うん、なるほどな、めんどくせえなっていうコンビです。ディスるな、悪口。最後ディスるな、ちゃんと。すごいよ、いいこと言うかと思ったら。これはあれじゃない、せっかくコンビがね、先輩のコンビもいるわけだから、スイッチヒッターのコンビ論ちょっと林と秋山に聞きたいよね。コンビ論ですか。まあはい、そうですね。こういうのはちょっと秋山は最後にしといた方がいいよ。もうこれ林に、酔っ払ってる林に聞いた方がいい。コンビ論っすか。そう、コンビ、林の思う理想のコンビ像、はい、俺はこうなりたいっていう、別に伝えなくても分かるような間になりたいなっていう。あー、かっこいいですね。めっちゃかっこいい。いいね。一応この番組リモート飲み会っていう系だから、そういうの聞きたかったのよ。お酒飲んでる感があるからね、そういう答えは。いいですね。いいよね。じゃあ、土井宇宙はどうですか？
アーシングステップとして、うん、理想のコンビ像。あ、まあ、でも自分たちのそのコンビで仲良くなったっていうか、コンビになったきっかけが、そもそもその、うん、なんていうんですか、じゃれ合っての仲良くなったみたいな感じなんで、うん、俺ずっとそれ続いてたいなっては思いますけどね。あ、友達みたいな関係を切らずに言いたいってことね。はい。おー。なんか、相当ベテランの人とかだと、それこそ藤原さんとかでもなんか隣同士でとか、うん、同じ会食したくないとかっていう、ある状態だったりするじゃないですか。そういう風になるのはあんまり嫌だなとは思います。じゃあそのまんま、すぐ小松に聞いてみるわ。いや、ちょっと待って。合ってるのかな。合ってるかな。いや、まあ実際僕もまあそれは思ってました。おお。思ってました。いや、じゃあ、だとしたらなんで三郎が言ってるようなことが起きるのかなっていうね。いや、本当にそういう仲良く、てか昔のキャッキャした感じでやりたいんですけど、うん、やっぱ多分斎藤さん分かっていただけると思うんですけど、どうしても、鼻につくんですよ、ドイツと話してると。ちょっと、イラッとしちゃっても、どうしても反論したくなっちゃうんですよね。そうすると、ちょっと喧嘩に発展しちゃうっていう。うん、すっごい分かるね。うん、いやいや、答えは簡単です、答えは。なんで。その、小松が寝不足なだけです。またわけわかんねえこと言い出して、ね、アホ丸出し。小松が寝不足でイライラするからあれになっちゃうんですよ。いやもうこれはアーシングステップ2人ともアホだから話まとまんないからちょっと秋山の理想のコンビ像を聞いてちょっと参考にしましょう。はい、そうですね、お願いします。そう、さっき林が結構熱いこと言ったけども、秋山どう思ってんのか、コンビ像っていう。やっぱ互いにお笑いってやっぱ違ったりするじゃないですか、うん、自分が思うその面白いのと。まあ確かにね。そう、だから相方がもしこれどうってこうなんかネタを提供してきたら、うんうん、つまらないとかは言わないようにしてますね。おー、うん、マジか。深く聞いてどういうふうにお笑いその笑いを取ろうとしてるのかとか、でそれでもちょっと自分の中でその受けるって想像がつかなかったら、うんうんうん、うまくこうそれを土台にネタを作るか、それをなんか一切やめるかとか。大人だよ。聞いたか、土井内。土井内聞いたか、おい。あー、やってます。そしていや、今の秋山の意見に関してはさ、はい、俺も全然できてないわ。俺だってうちの相方がこれ面白くないとか持ってきてもああもうつまもうもうそうクソとか言っちゃうからショック受けたんだろうなやっぱりな。じゃあそうですね。でももしまあ林もつまんないとかは言わない人間なんで、もし林からこのネタつまんないって言われたら俺はちょっとやっぱムカついたりしちゃいますね。なるほどね。林が言ってこないから秋山もそこはやっぱ礼儀として。そうですね、なんかお互い否定的なことを言わないよね多分。いや、ね、いいコンビよそれは。いやだからちょっと三郎、これだよね、アーシングこれなきゃいけないのは。はい、アーシング真逆です真逆ってわけでもないですけど、なんかもうね、たまにこうファミレスとかで3人一緒になったりするんですけど、うん、なんかそこでネタ合わせてるんですけど、なんかこうでこうだと思うんだけど、うん、いや、それじゃ伝わんなくねとか、なんかもう基本喧嘩越しなんですよ、こいつら。なるほど。いや、そんなもんないでしょ。すごいね、一緒に、その、ね、ネタ見せとネタ見せの合間とかで3人いたりするんですけど、うん、もうね、この2人といるの結構辛いです。ほら、ここでそういうの言うの苦情じゃん。ほら。例えば、小松ピンとか、土井内ピンの時はすごいいろんな話するんですよ。うん、なるほど。僕が自身が。はいはいはい、けど、3人で集まると、僕、結構空気になってます。もう。なるほどな。そんなに嫌だったの？いや、結構嫌よ。そんな嫌だったの？いや、でも今のスイッチヒッターの話を聞いたら、はい、こうコンビとか芸人である前に、人だからね、やっぱり。そうですね。まあ、そうです。一人の人間同士として関係性を良くしないと、まず始まらないってことでしょ？はい。それがもうだって俺が見てる限りでももうアーシングステップは両方2人とも何もできてないから本
んなことないと思うんだけど。ここから変えられますかね、ここから。いや、それはもう秋山先生に聞いた方がいいと思うよ。秋山先生、お願いします。もう少しずつやっぱ譲っていくしかないんじゃない？ああ。やっぱだから、はい、そういうのって褒めるの、褒めるの大事だよね。褒めるの大事です。ああ。なんか、だからその、はい。俺その、林のさ、アイコンとか見てて素敵だなと思うのは、はい、あのソフトボールの上野選手のさ、はい。モノマネやってますって、ちゃんとアイコンもそれ似てるやつしてるじゃん。あ、してます、してます。でも、ああいうのってもし、相方から反対とかにあったら、はい、変えなきゃいけなかったりするじゃん。ああ、そうですね。コンビだと。俺はなんかそれが素敵だと思ってて、俺は林のあのアイコン、すごくいいなと思ってるのよ。おー、そうですか。だけど多分人によっちゃ、もしかすると、お前あれやめろよとか言う相方も多分いたりするじゃん。はいはいはい。だから、否定からはやっぱり何も生まれないんだよね。そういうことよ。そういうことよ、土井内。わかりました。なんか腑に落ちてないですよ。分かってないよこれ。一言でこいつ腑に落ちてないですよ、絶対。先輩のアドバイス一言で終わらせる。いや、これで本当に分かってたらすごいですね。まあな。いやでも小松のトップガはすごいいいと思いますよ。そうだろ。あの笑顔のやつ知らないですか？うん、知ってるよ、俺。わかります？あれ、普段全然笑わないのに、うん、その一枚、すごい一枚を撮ったやつをちゃんとトップガにして、うん、あの、ちょっと、どういうち、あの、褒め、普段褒めてなさすぎて下手だからやめよう。あれ、おかしいな。確かに見たことないです。土井内が小松褒めるとこ見たときないです。確かに、褒められたことないですわ。そんなことないっすよ。そんなことないよな。いやでもこれはね、スイッチヒッター見てたら本当にこれは学ぶべきことだと思うよ。確かにそうですね。はい。だから僕はコンビだけど、直接褒めるのはやっぱ恥ずかしいから、後輩と飲み行った時とかはもう俺の相方すっごい天才なんだとか、そういう話はやっぱするから。あ、それ一番いいやつですね。かっこいい。そんで伝わればいいかなって思ってて。あ、だけどうちの相方後輩から誰一人にもあの伝われてないから伝わらない。誰一人に伝われてなくて。二人歩きしてるんですね、今それ。そうそうそう。俺がただ後輩、あの、相方大好きなやつみたいになっちゃってるだけなの。めっちゃ褒めてんだけどね。面白い。まあね、コンビっていうのはいろんな形があるからね。だから、サブロはそれを懸念してね。はい、同期のね、アーシングにちょっと警鐘を鳴らしたわけでしょ。そうですね。だから逆に僕がその多分コンビとかっていうのができない人間なんで。え、逆に言ったらなんでできないの？そうそうそう。いや、なんかもう気使いすぎちゃうし、合わせるのめんどくさいし。もう こうなっちゃうと僕、誰のあれも聞かなくなっちゃうんですよ。特に近い人だと。先輩とかは来るんですけど。はい。確かに確かに。じゃあこの中で一番。一番尖ってんのは一番後輩のサブローってことになるよ。いや、尖ってるかわかんないですけど、ね、そうですよ、なるほどな。そうですよ、どなんか、だからピンクがいいなと尖ってます。やっぱ尖ってない、尖ってないその髪型できないですよね。どういうことですか。ヒゲも生やしてます、そんな。ヒゲも生やして、うん、はい、そうだね、ちょっとね、だいたいヒゲ生やしてる芸人の特徴は大喜利うまいか尖ってるか二択だから。うわ、それ俺、今早く。いた、もう一人。大喜利うまいって思われちゃうから、そった方がいいよ。あ、マジですか？俺、土井内は大喜利うまいから大丈夫。いやいや、そるそる。うまいって思われてうまいのも嫌でしょ。小松も褒めんの下手だったな。基本、ポンコツなんじゃない？アーシングステップって、二人とも。そうだよね。はい、本当だよね。いや、でも今日はちょっと、あのスイッチヒッターの秋山がちょすごいいいことを連呼してるんで本当の飲み会みたいになってていいじゃないですか。すごい熱いですね今。いや、あのあれなのよ、俺も先輩大嫌いだから、先輩の説教とかも全部聞いてこなかった人なんだけど、いいこと言われたらやっぱり受け入れてたから。あ、そう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 。だから俺クールポコの小野さんとかとすごい仲良かったんだけど、はい、あのすげえ
熱いこと言ってくれるんだけど、絶対に連れてく、居酒屋が鳥貴族だったから全然入ってこなかったのよ。鳥貴族で、鳥貴族でメガジョッキのハイボールしか絶対に飲ませてくんない人の話はちょっと入ってこなかった。いや、俺こっち飲みたいんですけどって言っても、いや、これが一番得だからこれがいいよっていう、うん、それはちょっと入ってこなかったんで。そうそう。でもね、リモートだとそういうのもないからいいですよね。そうですね。いいですよね。ちょっとね、なんか昔だったら先輩がよく説教するみたいな、なんか飲み会がやっぱ多かったね、俺らの時代は。ああ。ほんと、誰とは言わないけど、もう朝まで先輩の、こう、お酒を朝の4時ぐらいまでずっとひたすら作るだけの飲み会とか。うわー。いいっすね。いっぱいあったよ、本当に。まあでも、それでもおごってくれれば文句言わなかったんだけど、それでおごんないやつとかいたから。地獄じゃないですか、それも。いや、だから、だから僕は渡辺の中での反乱分子って呼ばれてたのよ。それをライブのあの、TKO の木下さんみたいにライブの壇上通り言ったりするタイプだった。あの先輩最低なんすよとかって言うタイプだった。ヒヤヒヤですね。そうそう、そういうタイプだったんでね。まあでもこのメンバーがね。いや、でも実際の海行きたいね、本当にね。行きたいです、本当に。そうですね。これ自粛開けて、そして、まあ、前回も話しましたけど、このメンバーでなんか面白いライブとかできるなり、はい、やっぱできたり、はい、まあ、あとはね、このゲラが続いていくから、やっぱり2度、3度と優勝していくことに何か一つ得点があると僕はちょっと聞いてますから。はい、ありがとうございます。はい、ぜひディフェンディングチャンピオンとして、新しいもしかしたらメンバーも入ってくるかもしれないですね。新しい優勝者が入ってくれば、はい、新しいニューカマーには負けないようにしなきゃいけないのもこのお笑い界の掟ですからね。そうですね、はい、そうなんです。仲間だけどライバルっていうところがありますんでね、はい、うん、ちょっとこのメンバーでまたね頑張っていきたいと思いますけども、ぜひぜひ、はい、お願いします。どうも、秋山と林、スチータです。お願いします。僕ら、K プロという事務所に所属させていただいてまして、いろんなライブに出てるのでぜひ見に来ていただけたらなと思います。佐藤二郎で相槌すんな。さあ、もう結構時間は過ぎたんですが、ちょっと今日は、はい、まあ、画像があるんで、はい、画像が、まあ、動画があるっていうことは動画を使った何か企画もやってみようじゃないかってことで、はい、ちょっとこんな企画を用意してみましたんで、よろしいでしょうか。はい。はい。はい、それでは参りましょう。逆勝負服のコーナー、イェーイ、はい、ということで、皆さんにはですね、今もうすでに着ていただいてるんですけども、はい。まあ、デートでも、まあ、例えば、お笑いとか、なんかこうテレビ収録何でもいいです。何か勝負しなきゃいけない時の衣装って必ずあるじゃないですか。はいはいはい。それの逆バージョンで、うん、こうそこに行った時にうわダサそれないわと言われる服をすでに着て収録っていうか生放送に臨んでもらってます。もちろんです。もちろん、はい、当たり前です。私が一番ダサいなと思った人にはですね、ポイントが入るということで、よっしゃ。おわー、これは、はい。ちなみにですね、ところ、はい、一番ポイントが入ってるのは、スイッチしたの秋山。あそして、スイッチさん強いですね、やっぱ。いい問題提供したサブロー。お、やっと、サブローのね、同期のこのコンビの、やっぱりコンビ論を引き出したっていうところはね。あります。ちょっとここはだからアーシングセブン頑張りどころですよ。ちょっと頑張りどころですね、これはちょっと。アーシング毎回弱いですね。関係ない、急に。関係ないに関しては、割と俺は余計なお世話だろって思ってたんですけど。いや、でも一番盛り上がったからな。それマジか、盛り上がっちゃいました。盛り上がったのにゼロポイントなんですね。おい、痛いとこつかないでくださいよ。どういうちは会話がかぶりすぎなんで、今、マイナス2ポイントです。前回の悪い流れ来てます、はい、またどういうちマイナスいってんな、これ。さあ、ということで、逆勝負服、誰からいきましょうか。じゃあ、我こそはっていう、トップバッターでいくっていう人。あ、
あ、じゃあ小松行こうか。ちょっともう僕先行っていいですか、本当に。いやいや、じゃあまず行けよ行けよ。じゃあまずシチュエーションを説明してください。あ、シチュエーションはですね、どういう時に着ていく逆勝負服か。本当に、うん、本当に興味のない人から、うん、すごい圧をかけられて、デートに誘われた時に、はい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 、着ていく勝負服です。それはもう女性ですよね。あ、女性です。はい。だからその女性に嫌われに行く勝負服。そう、絶対に嫌われなければいけない服です。じゃあそれでは、はい、全身お願いします。はい。え、小松くん、これです。これ下は、え、すいません、下はスカートですか。これ男用のスカートです、これ。男用なんだ。流行ってたじゃないですか。いや、どこでも流行ってない。聞いたことねえわ。え、流行りましたよね、一瞬。流行ってない。男用のスカートってイギリスとかでこういうでっかいパイプ式の楽器引くやつしか履いてんの見たことないよ。スコットランドとかの。これはなんで持ってんの、そもそも。倒れてんじゃねえよ。これはまあコントで使ったんですよね。ああ、なるほどなるほど。もちろん普段は使ってないんですけど。はい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 。まあちょっと絶対に嫌われなきゃいけないデート服なんで、ちょっとこれを選びました。いや、これはなんか趣旨が全然違うっていうラインのギリギリじゃないですか。危ないですよ。ではちょっとねえ、ちょっとね、だからちょっと先行きました、ちょっと先行きました。だから、あ、なるほど、はい、わかりました。松君は何の衣装でも嫌われるんじゃないですかね。ちょっと待ってください。間違いないです、間違いない。林さん、林さん、林ね、はい、うん、林さん、それ俺が言いたかったやつですよ。なんか言うの遅いんだもん、だって。俺も思ってたけど、小松って服が似合ってんのあんま見たことないからね。服の悪口じゃないんですか、これ。まあ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 。自身の悪口じゃないですか。まあまあ、でもなんかね、スタイルも悪くないんだけど、何かね、うん、まあ、小松はなんかそういう、まあ、空気を出してるよね。顔か、やっぱり。はい。顔が凶悪だからな。うん、やっぱ一人半であるんで。顔は一人半ってないけど。次行く人。はい、あ、じゃあ次、はい。じゃあ行きましょう。トランキー、じゃあ、トランキー行きます。サブロ行こう。じゃあ僕は。まずシチュエーションを、はい。なんていうんですかね。僕が、うん。一番嫌いな服装を凝縮した感じの勝負服です。うん、なるほど。はい、行きましょう。じゃあ、それでは、はい。見せてください。どうぞ。あれ、これは皇居周りにいるパターンの人じゃないの、これ。いや、と思うじゃないですか。うん、これをおしゃれとしてるやつがいっちゃ嫌いなんです、僕。あ、なるほど。なるほどね。僕、歌舞伎町にこういうやつよくいるんですけど、はい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 、はい。なんか無駄にメジャーリーグの帽子かぶってる。で、蛍光色のパーカー着てればいいと思ってる。で、短パンなのに長いスパッツ履いてる。はい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 。で、財布はビリビリで1000円付き。今いるか、そんなやつ。素晴らしい。アイテムがすごい。ああ、素晴らしい。これは高ポイントですよ、サブロー。ですよ、これ、あと、あ、で、これなんか謎になんかラバーバンドつけてる。おぉあ、いいねー、いいね。でも、分かる、短パンにスパッツすごく分かる、僕。これ、何がかっこいいのか分かんないですよ、僕の中で。そう、だから、たまに、舞台とかやらせてもらうときに、うんうんうん、舞台俳優さんがそういう格好してくれる、くる。あー、分かる。めちゃくちゃ、何この、これでやるんだと思って。いや、もうちょっと今僕オフなんすけど普段からこうなんすよみたいな感じね。その感じね。めちゃめちゃ履いてきたのにね。そうです、そうです、そうです。これはサブロー高得点です。これはありがとうございます。皆さんの評価も得れましたし、これちょっと僕が一番嫌いなタイプの洋服ですね。じゃあ他行きますか。怖いな、行くのが。じゃあ行きましょうか。行っちゃおうか。ちょっとそうですね、その。じゃあまずコンセプトを。まあ、コンセプトは、フェス、ライブ、音楽フェスに行った時の、うん、デートで行った時の服装ですね。はい、はい、はい。あ、いいですね。いいよ、そういうの。限定的なのがいいよね。
これ見えます見えます、見えます。あと、何がダサいかっていうと、はいはい。ライブフェス、あ、音楽フェスって今、アイドルも出てるじゃん。うん、そうだね、そうだね。アイドルの T シャツを着てきちゃうっていう。なんかね、推しですよみたいな。なくさないように、お財布、お財布に。首から下げれる。そうです。でもこれ雨降ってもいいように、防水のやつ。うわぁ、こう。歩きやすいように。これ嫌ですね。で、あと、ちょっと本当は、まあ、もっと攻めたのにしようかなと思ったんですけど、うんうん。ちょっと、守りに入って、これになりました。いや、でも十分嫌ですね、これは。こんな感じです。ここに、うん、なんか、こういうのって、あ、ダサい。はい、あ、今出てるアイドル、俺、全然まだ、お客さん全然来てないって言うから行ってんだよ、とか言うタイプね。そうです。あの子がまだ有名じゃなかった時から知ってるっていう。そうだね。俺、ヤマダ電機であの子らが営業してる時から行ってるよ、みたいな。やたら子さんぶるやつです、ね。そうだぜ。そうそうそう。いいですね。屋上ライブやってる時。あ、これもいいポイントです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、次誰行く？どっち行く？ドイチ、どっち行く？自分から行っていいですか？どうぞ。行くんかい。もう行かせてください。早めに行かないと、これ最後に落ち着けられないっすわ。じゃあ、どういうコンセプト、コンセプト。コンセプトは、うん、あの、名探偵コナンの毛利小五郎のオーディションにします。オーディションえ、それ、それは何受かりに行くオーディションなの？あ、いや、受かりに行かないオーディションですね。あ、そうね。じゃあちょっと行っちゃいましょうか。なんで行くんだよ、そいつ。これですね。ちょっと分かんない。すごいな。ドイツやったわ。プロすぎて分かんないな。マーシングステップ揃ってやったわ。いや、スターウォーズの T シャツ？スターウォーズの T シャツですし、全身黒ずくめっていうところなんですよね。分からない。全身黒っていうことで、その、いや、犯人やないかいっていう。ドイツくん、ドイツくん。もういや、何も言わないでください。何も言わないでください、もう。大丈夫です。何も言わないでください、これ。とりあえず、とりあえず、今の数分間はみんな記憶からとりあえず消してください。はいはいはい。じゃあ、じゃあ、4人目いきましょうか。スイッチャーの林。消えてる、消えてる。やばい、この後やばいですね。はい、シチュエーションどうしようかな。遊園地デート。うん、ああ、いいね、ベタで。はい、遊園地デートで、うん、上が、ね、シルキードライです、上。で、シルキードライで、うん、下、ふんどしでいきます。オッケー最高ですいや、強いな。最高です。ずるいな、これ。だって下が明治時代、上が令和だもんね。素晴らしいですね。時代をまたいで。時代をまたいで。こんなん捕まりますよ、こんなんいたら。俺は勝てない。ずっとこの日本国で大政奉還が起きてから一番古い時代と一番新しい時代のコラボ。見事にコラボレーションです。素晴らしい。これは素晴らしい。やったー、やったー、嬉しい。林さんの前に行かなくてよかったわ。あとに行かなくてよかった。とりあえず土井内はしばらく黙ってください。発言権がなくなった。さあ、ということで、じゃあ私の独断の偏見で一番良かった人を決めさせていただきますが、一応俺も来てきたんですよ。あら、ちょっと見てもらっていいですか。はい、はい、お願いします。見えますかね。これはこれ下の絵が、これはウェストミンスター寺院っていうイギリスの、まあ、教会をうちの相方が絵として描いたんですよ。はい、はい、で上がこれパイナップルでプリン持っててパイナップルを表してて、はい、ウェストミンスターって花子がこう3人になる前に組んでたコンビとツーマンライブやった時のこの T シャツを未だに思い出として着てる痛さを表現した。はい。
これをたまに寝巻きとして着ては、あの頃良かったなみたいな、そういう、はい、そういう T シャツになります。昔を懐かしむという。昔を。ウェストミンスターさん懐かしいですね。そうそう、ウェストミンスター、そうそうそう、そう、ちょっとね、ツーマンやった時の、ちょっとね、そういう。ずっとパイナップリンさんのそのあれ気になってたんですよね、うん、パイナップルのロゴが。あ、これね。確かに、チラチラ見れるなと思った。チラチラ。そうそうそう。これはうちの相方が、デザインした絵で。はい、はい。それと別にですね、ちゃんとこちらにも、また別バージョンで、単独ライブやった時の別のデザインもありますんで。めっちゃ作ってるじゃないですか。この板さ。しっかり使ってる。そう。ちゃんと、単独ライブのたびに T シャツを作るこの板さですよ。はい、すいません、ありがとうございます、本当。素晴らしいです。さすがです。さあ、ということで、本日の、このですね、逆勝負服、一番良かったのは、トランキーノサブロ。おめでとう。やったぜ。くっそー。チクショー。まあ正直、林と僅差だったんだけど。あー、くっそー。ちょっとやってた。僕と土井内は。小松は知ってるけど、土井内の見てないですよ、誰も。そうでしたね。今日休みだって見てないですもん。見てないですもん、だって。後日写真で送りますね。後日写真で。だって、土井内の格好、ハングレ集団の一番下っ端の格好だもん。さあ、ということで、一番、まあ、一応理由を言わせてもらうと、はい、ちゃんとサブローの服装にはダサさと悪意両方入ってたってことですね。あと林はダサさと面白だったんで、あやっぱ面白より、そう、面白より悪意のが強いんですよね。斉藤さん悪意大好きですもんね。僕悪意、斉藤さんの傾向、悪意大好きだから斉藤さん。これ斉藤さんの特徴掴みがちですね、これは。ということで、僕のちょっと独断となっちゃうと、サブローが、1ポイントということで、素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうもー、アーシングステップです。僕が元神奈川県警某警察署、地域課勤務しておりました、小松です。はい、そして、こちらが土井内です。はい、経歴だけでも覚えて帰ってください。いや、俺何もねえじゃねえか、お前。優勝しました。さあ、残りですね、逃走時間も8分を切ったということで、もうあっという間ですよ。早い。はい。さあ、じゃあギリギリ最後のコーナー行きましょうか、せっかくですから。はい。はい、最後のコーナーはこちらになります。いつ使うんだよ、LINE スタンプのコーナー。おお、こちらはですね、先ほどからこの、さっき見せました僕の相方がデザインしているこういう絵を描くんですけども、はい、僕のツイッターでもう過去35から40個ぐらい絵を上げてるんですが、はい、まあ LINE スタンプって使い勝手が良くないと意味ないじゃないですか。はいはい、はい、だけどその逆でこれいつ使えばいいのっていう LINE スタンプを世の中に結構あるじゃない。はいはいはい、でそれの頂点を目指そうと思って僕の相方と1年ぐらいかけて、35枚ぐらい書いてきて今発表してるんですよ。で LINE スタンプとして正式に発売させたいと思っていて、すごい、で一応条件がありまして、40枚絵を描くと、はい、その LINE スタンプと認められるというか発売の許可を待ちっていうのがあって、40枚な、40枚まであと数枚なんで、皆さんにいつ使うんだよっていう LINE スタンプを書いてもらって、はい、おはい、いいなという作品はぜひ採用させていただきたいなと。うわー、すごい、うわー、やりたいですねそれ。嬉しい。でもちろん採用された人には3ポイントぐらい。やった、うわー、これは出る。じゃあプラスになれるぞ。これはでかい。逆転のチャンス。プラスになれるぞ。失敗したから、これはでかい。よろしいですか。はい。これはでかいぞ。土曜チームはマイナス5ポイントだから。なんで勝ち取ったとしてもマイナス2なんだけどね。あ、それは1枚3ポイントでいいですか、じゃあ。1枚3ポイント。あ、オッケー。そしたら、じゃあ、3枚書いてきたんで。オッケー。一気にしてみましょう。
じゃあそれ いっぱいもらえるんだこれ。さあ皆さん、じゃあ準備はできてますか？絵を見せる準備は。はい、できてます。じゃあ誰からいきましょう。どうしようかな。じゃあ僕からいきます。はい、 OK。 じゃあ林からいきますか。あ、はい、はいはい、はい、じゃあ林から。じゃあ、あ、どうしよう。それでちょっと横にします。はい、でなるべくアップでお願いします。わ、はい、かりました。それではじゃあ、林のいつ使うんだよラインスタンプです、どうぞ。はい、こぶしぶしお、いいねいいね、強いなこれ。いいですか。強いなこれ、すごい。やった。こぶしは一旦冷凍させてんのかな。そうですね、固くしといてそうよね、固くして削ってます。これはいつ使うんだよってことで3ポイント。やったー。うわー、いいな。すげー。じゃあ採用させていただきます。ありがとうございます。次、イン踏んでいいですか。イン、あ、イン踏んでいいですよ。はい、いいですか。そしたら次じゃあ言いましょう、三郎。はい、じゃあ三郎のいつ使うんだよラインスタンプです、どうぞ。暇つぶしあのわかりますかね、絵で。アリがここにいるんです。うん。で、自粛で暇だから、アリの巣を潰して暇つぶししてるんです。っていうやつ。でも、暇つぶしは結構使いますよね。サブローのちょっと闇の部分が出過ぎちゃってるんで、0ポイントです。よしよし。何ですか。なあ。せっかく陰も踏めたのに、陰も踏めたのに。あと、まあ、ちょっと使い勝手が良すぎるね。ああ、そういうことですか。確かにそうですね。うん。うわ、さあ、他。じゃあ、はい。はい。じゃあ、小松行こうか。はい。じゃあ、いつ使うので。さあ、行きましょう。はい。じゃあ、行きます。アーシングステップ小松の、いつ使うんだよ、ラインスタンプです。どうぞ。あれ、白バイじゃね？いいね。いいよ。あ、これいいね。ちなみになんですけど、それ俺が考えたやつなんですよね。採用まではいかないけど1ポイント。やった、ありがとうございます。採用まではいかないけどね。やった、すごい。判断基準はとにかく意味が分かんないことが大事なんだ、はい、あー、なるほど、なるほど、素晴らしいです。本当になるほど、 ありがとうございます。じゃあ秋山行こうか。はい、では私行きましょう。行かせていただきます。それではスイッチヒッター秋山のいつ使うんだよラインスタンプ、どうぞ。藤岡弘の点をよーく見ると落ち込んでる人。カイジ、カイジこれ。1ポイント。はい、1ポイントか。はい、ます。はい。じゃあもう一個。はい。じゃあ林行こうか、林。はい。行きましょう。じゃあ林の、はい、いつ使うんだよラインスタンプです。どうぞ。元福沢諭吉。全然どういうこと？どういうこと？ゼロです。さすがに意味が分かんなすぎるんで、はい、ゼロです。自分いきます。じゃあ、土井内行こうか。はい。いきます。じゃあ、シングステップ、土井内のいつ掴んだよラインスタンプ、どうぞ。小指でかかったら大指ですか？ポイント。よっしゃ。ずるいな。そういうの好き。これずるいな。はい。はい。まだって。まだあります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 。じゃあもう連続でどういううち行こう。はい。じゃあどういううちの、いつ掴んでラインスタンプどうぞ。ザの飛び出し注意ですね。やったわ。怖い。ザの飛び出し注意。やったなこれ。1ポイント。はい。おお。よっしゃよっしゃ。はい。時間がない。はいはいはい、はい、じゃあ小松。はい。じゃあ小松のいつ使うんだよラインスタンプどうぞ。白素がびっしりついてたよあ。ああ1ポイント。やった。はい。じゃあ秋山。はい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 。秋山の、いつ掴んでラインスタンプどうぞ。乃木編のノの部分を拡大したらあのカッコつけてた。そのシリーズでいくんですか。1ポイント。シリーズか。はいはいはい。サブロ。はい。じゃあちょっとサブロのいつ掴んでラインスタンプどうぞ。
じゃあ風刺画的にロシアンルーレットロシア人ね、ゴルバチョフね、ゴルバチョフです、1ポイントということでここで終了。うわ、最後出してかったで、ドリューチが結構活躍しましたけども、もう時間が残り30秒ぐらいなんで、本日の飲み代を全部払ってもらえる人発表したいと思います。はい、本日飲み代を全部払ってもらえる人はトランキーロサブローです。やったぞー、総合点が良かった。ダメぜ、何の写真だよこれ、あの最後に出そうとしたやつですさあ、ということで、皆さん生配信、お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、まあ、このメンバーでまた面白いことやりたいと思うんで、その時は皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ごめんね、最後バタバタして。あ、全然、時間ないです。最後、これ、ちなみに。あ、ちょっと見せて。うん。双子の上司とぶったっていう。あ、好きよ。いや、それじゃあ、結構みんな、俺採用したいのいっぱいあったんだけど、ちょっと価値がなくなっちゃうと思って、結構みんな好きよ、俺。わあ、他ない出してないやつ。あ、自分のいいですか。はい、いいよいいよ、どういううち。ちょっと字が逆になっちゃってるんですけど。うん、いいよ。AM 2時58分。なんで今出したそれ。あ、うん、でもあの意外とこれ好きだわ。なんていうんですか、あの、うん、LINE なのに。時間、はいはいはい、左上とかに置いてあるのにいらねえだろっていうやつとかっていう、ね、うん、はい、意味のわかんなさでは。それあのさっきこれ0点だとこれに関して、うん、あの普通に LINE で流れた絵参考にして書いてたんですよ。こういうの好きだろうなと思って。あ、そうなんだ。はい、ちょっと違うな。あ、ちょっと悔しい悔しい。秋山の見せてよ。はい、新潟のここの部分、あの、靴の部分はい、はい、よく見ると、パンツを履いてる人、うん、これ、何でもいけるじゃないですか、これ あるんですよ。この3部作で、全3部作合わせて1ポイントです。あと1個いいですか。いいよいいよ。あの、修理のここの棒の部分、よく見るとあの人が挟まってた。いや、そりゃそうだろう、これは。もうそりゃそうだろう、これ。絶対そう。あ、でもじゃあ、はい、ちなみにあの、うん、シンプルに、うん、あの、山って書いたんですけど、これどうですか。何聞いてんすか。勝てないわ。スイッチさんに勝てない、これは。いやでも、うん、俺はそれ好きですね、山は。じゃあ、ね、これどうですかね。まだ続いてるんですか、これ。ジーコジャパンのフォーメーション。ああ、いいです。僕好きです、こっちの方が。ああ、なるほど。でも、みんな個性があるね、ちゃんと。あ、いいですよ。ごまんばっかりです、僕。ねえ、それ見せてなさい、それ。金八論破。これは、それ出すよ。逆に考えすぎだわ。あ、考えすぎですか。やっぱちゃんと、ね、ちゃんとしすぎだわ。ちゃんとしすぎ。いや、そう、気をつけます。でも今日はあのちょっと時間足りなかったけど、まあ、僕もちょっと普段は皆さんの話を引き出すのをちょっと集中してやってるんですけど、今日はちょっと僕も自分のことを話せたんで、すごいあの皆さんのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな格好ですいません、トランキーロサブローと申します。この格好を見て、どうせキャラ芸人でしょと思ったそこのあなた、まだまだカブロンですよ。え、じゃあどんなネタをするのかって、その答えはもちろんトランキーロ。